久保さん、豊かさっていろいろあると,と思うんですけど、なんだろうな。まあ思い出って、あの、久保さんが言った通り、あの、ろんな思い出があると思うんですよね。苦労した思い出とか、失敗した思い出とか。なんか、思い出って言うと、いいイメージの思い出っていっぱいあると、あの、思い浮かぶと思うんですけどね。でも、 人生を振り返ってみると結構その悪い思い出の方が多いんじゃないかなと思うんですよ。でも僕は思うんですけどあの悪い思い出と良い思い出のこのバランスだと思うんですよ。例えば振り返った時に100%悪い思い出しかなかったらその人生っていうのは結構しんどかったと思うんですよ。何だったんだろうと。うん悪い思い出と良い思い出これが両方 均等に、均等というかね。まあ、あの、バランスよくあるとすごくいいんじゃないかなと。まあ、どういうことかっていうと、お腹いっぱい食べすぎるとご飯と美味しく食べられないんですよ。不思議なことで。でもお腹減ってると美味しくご飯食べられるんですよ。どういうことがわかります苦労して、その結果、うーん、成功を手に入れると、その、 美味しさは増大するし。だけど何も苦労もせず何も失敗もせずお金を手に入れてしまうとその喜びって半減しちゃうんですよね。だからすごく思い出のバランスって大事なんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。